外見市場主義は韓国の男性漫画家の T ジュンによるウェブ漫画。韓国の検索サイトネイバーのウェブトゥーにて2014年11月から連載されている。日本ではオンライン漫画サイトのゾイで翻訳掲載されていたが現在は LINE 漫画に移行して掲載されている。2019年9月27日よりアンドロイド iOS 用ゲームアプリとして 正式サービス開始。基本プレイ無料でアイテム課金が存在する。原作者の T. ンは外見市場主義を執筆するにあたって、今日から俺は、と闇金牛島くんの2作品は参考にしたと話している。言語版では韓国が舞台であり、登場人物も全員韓国人だが、日本語版では舞台が日本になり、 登場人物も日本人名に変更されている。なお、物語の中盤で登場するキャラクターの工事は、言語版から日本人の設定のため例外である。ともかく人の印象は一秒一生。人生のうちのたった一秒という短い時間で外見、性格からその相手に対する態度を決め、さらに相手が変わることを常に要求する。 綺麗事や説教では済まされない人間の本質とも言える自堕落で闇深く悪魔的なドス黒さ弱い面を描いている。そのような意味でイケメンになった主人公に金魚の糞のごとく群がる女性は皆性格が悪い人間である。外見が原因で学校でひどいいじめにあっていた高校生の主人公、長谷川蛍タは 母親を一人残して、有名芸術高校の再現高校に転校し、一人暮らしを始めて、人生をリセットすることを決意する。ある日、昼の間は、超絶イケメンの自分に変われるようになった、ホタルスケは、昼に、イケメン姿で学校に通学し、夜は、不細工の体で、アルバイトに勤しむ二重生活を始める。名前は日本語版、言語版。声からは、スマートフォンアプリ。 外見至上主義の声優、ありがとうございます。